れ様です。 TMT ネットワークの芋侍とどん兵衛でございます。やってきましたね、この時間が。悪人面が揃ってね、並んで話し合うわけなんですけども、今回も同様時事トレンドですよね。そうですね、うん、ちょっと独断と偏見の塊のような動画になると思うんですけど自分に合わへんなって思う方はですね、ぜひブラウザバックしてもらって、うん、他の方の動画を見ていただく方がいいと思います。 LINE 公式アカウント、やってます、はい、概要欄の方から気になる方は登録して見てもらったらなと思います、うん、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。TikTok の方にも上げてますし、 YouTube ショートでも簡易的に上げてるんですけども、はい、今回はショート動画にちなんだ内容と SNS がもたらす治安の悪化という題名で20分ぐらいの動画になるかな。そんなもんですかね。じゃあ入っていきましょうか。埼玉県警はカラオケ店招き猫のソフトクリーム機から直接口に流し込んだ動画を SNS にアップロードした21歳の若者3人を業務妨害容疑で書類送検しました。被害を受けた越高ホールディングスは法的措置も視野に入れて対応を模索しています。この問題は招き猫茎店で発生し SNS 上で大いに騒がれました。その結果同社は店舗への信用失墜という深刻な被害を訴え一時的に全店舗のソフトクリームサービスを中断しました。現在サービスは再開されていますが機器の出口には特別なプラスチックカバーが装着され同じ問題が起きないよう対策が取られています。また招き猫高崎駅西口2号店では除菌スプレーに火をつけるという危険な行為もあり群馬県警が1人の男性を軽犯罪法違反で書類送検しています。このような危険行為について同社は刑事及び民事の両面から厳しく対処すると述べています。まあ、見ていただきました。結構深刻ですね今トレンドに入ってる SNS テロ、はい、っていうアイスクリーム直接参入集招き猫被害を受け書類送検、はい、ということで我々のね意見とかも述べていきたいんですけども、はい、まず招き猫ってのはカラオケ屋さんですよね。いつもお世話になってる確かにここで直接アイスクリームの機械からこう口の方にこうガーって入れたその形を動画で撮ってるのをアップした承認欲求の塊がすごいねバカ三人衆がそういう動画を上げて大炎上と結果的にこの被害を受けた招き猫に関してはもう法的措置をするとどういう罪に問われるのかっていうと業務妨害罪という罪に問われると。そうですね。で業務妨害罪についてはまたこちらの方で紹介します。もう少し詳しく説明しておきます。業務妨害罪は他人の事業活動を妨害する行為を犯罪とする法律です。具体的な行為としては他人の事業に対する物理的な妨害が当てはまります。例えば機械の故障を引き起こす物品の盗難などです。また無断で他人の情報を使用して損害を与える行為にも当てはまります。事例で言うと商標の無断使用や偽の情報を広めてビジネスの信用を落とすなどが含まれます。ただし具体的な罰則や適用範囲は国や地域によって異なる場合がありそれぞれの刑法や関連法律で定められています。我が国日本の刑法では業務妨害罪は第234条に規定されています。弁護士とか法律の専門家っていうわけではないのでここから先がどういう例えばどんだけ重い刑罰が下ってとかっていうのはお答えができないんですよね、まあ、確実な答えが出せるかっていうのはそうじゃないから、うん、こういう動画とか記事を見るとアホなんちゃうけどSNS に何でもかんでもあげて興味を引きたいとか有名になりたいとか、SNS のインフルエンサーになりたいとか、いっぱいあるとは思うんやけど、うん、仕方がまず間違えてんだよね。仲間内の悪ふざけの延長線上の、やってることそのまま垂れ流してるだけやとか、いろんな、ね、意見が聞けましたので、SNS がこれからもっともっと主流になっていくだろうっていう中で、SNS について記事にしてます。ショート動画に関しての話は一旦。ここで置いておいて動画のテーマですね。現在の SNS 環境 SNS がもたらす治安悪化に悩む社会ということでサマキジメディア編集部の方から原稿をいただいてますので、はい、ちょっとご紹介するんですけども、はい、SNS それは今やなくてはならないものになっていますと。現在たくさんのアプリがメニューすります。これは Android でも Apple Store、まあ、iTunes Store とかいろいろありますけど、まあまあまあ
だいぶアプリがある中でやっぱり SNS 関連っていうのはみんながダウンロードしてインストールして使っているものですよと。 そう。でそれ自体を扱っている人、 SNS 自体を扱っている人の割合は 90% を超えているんだとかと。これは全部の SNS を まとめた割合になってます。扱う人が増えれば良くないことも起きてしまうのが現実です。実際の起こってるからこれ以外にもお寿司ペロ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 ってお寿司出るとテロリストって呼ばれてましたけどそんな SNS の現状をですね見ていきましょう。第1章、現状の SNS 環境。SNS の普及とその影響ということで、そんな現代社会において SNS は私たちの日常生活になくてはならない存在になっています、はい、あらゆる人々が情報を発信しそれを共有し対話する場となっているのです。だからこそ SNS の持つ影響力は計り知れないものとなっています、うん、例えばあなたが SNS を通じて友人の新しい投稿を見たり気になるニュース記事を見つけたり好きな著名人の最新情報を見たりしているかもしれません。 SNS は私たちが情報を得る手段として、そして他人とつながるツールとして私たちの生活に深く根付いているのです。でこれがね現状の SNS 環境なんですよ。そうですね、治安の問題とその現状ということで、はい、その一方で SNS の治安が悪化しているという問題も存在しています、うんうん、治安が悪いと言われる SNS の現状を具体的に見てみましょう。一つ目はハラスメント問題です、うん、インターネットの匿名性を利用した誹謗中傷や性別、人種、宗教などに基づく差別的な発言が無数に見受けられます。我々に対しては一時期やっぱ来てた。それらは個々人の心理的ダメージだけでなく社会全体の分断を引き起こしてしまいますと、はい、その次にプライバシー侵害も深刻な問題となっています。知らぬ間に自分の情報が流出し、それがネット上で無断で共有されるという事例が後を絶ちません。そしてもう一つ忘れてはならないのがデマやフェイクニュースの拡散です。これらは真実を歪め、誤った認識を広め、社会の混乱を引き起こす可能性を秘めています。そして最近多く見られる SNS テロです。少し前に炎上していたバイトテロ同様、不適切な行動を SNS で投稿する行動を指しますと。現在進行形で話題の的になっているところではありますが、その行動が不適切だと思えてない人もいるのが現状になります。この SNS テロは状況次第では業務妨害の罪に問われる可能性も出てきます。 SNS 現在の環境というか現状というか、サマ記事メディアの方で読んでみてください、はい、ここでですね Q&A いただいてます、はい、で業務妨害罪って何っていうのは、他人の事業活動を妨害する行為を犯罪とする法律ですと。社会に与える影響はどのようなものがありますかというお話をいただいてましたので、はい、私が Q&A にお答えします。 SNS は社会に多くの影響を及ぼしており、その中にはメリットとデメリットの両方が含まれます。メリット 1. コミュニケーションの促進。 SNS は遠くにいる人々とも容易にコミュニケーションを取ることが可能になりました。家族や友人とのコネクションはもちろん、同じ興味を持つ人々と交流することも容易になりました。メリット2、情報の拡散とアクセシビリティ。 SNS は情報を迅速に広範囲に拡散することが可能です。これによりニュースや重要な情報が一部のメディアに依存することなく共有され、多くの人々がそれにアクセスできるようになりました。メリット3、ビジネスチャンス。企業や個人事業主は SNS を通じて商品やサービスを宣伝し、新たな顧客を獲得する機会を得ています。このように SNS には多くの利点があります。しかしデメリットもあるのでお伝えします。デメリット1、プライバシーの侵害。 SNS の利用者が自己の情報を適切に管理しないと、それらの情報が悪用される可能性があります。デメリット2、誤情報の拡散。 SNS 上で偽情報や誤情報が拡散されると、社会に混乱を引き起こすことがあります。これは特に重大なニュースや危機的状況において問題となります。デメリット3、サイバーハラスメント。 SNS 上でのいじめやハラスメントは、受けた人々に深刻な精神的ダメージを与え、時には自殺に至るケースもあります。今一度 SNS の扱い方について考えてみることが、自分や他人を守る最大に手段と言えるでしょう。ありがとうございます。はい、ということで、第1章ですね、はい、このように現状の SNS 環境ということをつらつらつらとお話をしてきました、はい、なんかね、いろいろニュースとか見てると、やっぱり若い世代の人からお年寄りとかね、うん、SNS を使ってる人がかなり多いですよと、うん、でそれもコロナ禍になる前からもやけど、なってから使う人がかなり増えたと。携帯触ったりパソコン触ったりっていう時間が増えたのが要因。まあ自分らも触るもんなSNS っていうのは、ね、まあ、SNS 好きじゃなくても絶対に開いてしまう、うん、中毒やね、もう完全に、うん、自分たちは面白いと思ってる動画を見てもらって
自分らのその行動とか活動みたいなものを見てもらいたい、承認欲求を満たしたい、満たしたいっていう人間がいっぱいおる、うん、それが SNS テロとかにつながったりとか、この動画を拡散したら絶対おもろいやろと、身内のノリみたいなのをブワーッとこう世に解き放った瞬間に大炎上というか、大炎上しちゃう、お前らが間違ってることをしてるんやぞっていうのがそこでわからないよね。でもあの岡野武弁護士が動画を出してましたけど、一緒におった人間も罰せられると、罪に問われる可能性があると、うん、なのでもうその場で注意をして、それでも聞かなかった場合はその場から離れることが大事っていうことを言ってましたんで、うん、それは覚えておいてほしいかなと思います。まあ、どれもこれも頭の中では簡単に考えられるんでしょうけど、あれ自分は守れてるんかなとか、自分はできてるんかなとか、いろいろねあると思うんで、今一度記事の内容見てもらって、使い方というかその辺も一回見直してもらった方がいいのかな、うん、じゃあそういう現状になった問題の原因と根源ということで、はい、第2章の方に行きます。どん兵衛さんがなぜ SNS 環境が悪化してしまったかを見ていくでということを言ってくれてるんですけど、はい、SNS の匿名性とその影響について、皆さんも一度は SNS で匿名のアカウントを見たことがあるのではないでしょうか。それがまさに SNS の問題行動の一因となっています。匿名性があるということは自分の正体を隠して行動できるということです。それにより普段なら決して行わないような無責任な行動を取りやすくなります。これがハラスメントや誹謗中傷が横行する一因となっているのです。他者を傷つけるような発言をする人々は自分が誰だか知られることなく、その行為に対する直接的な責任を逃れることができます。まあその通り書いてる通りのことなんやけども、うん、自分が正体不明の人間やからっていうのを利用して言いたいことを言うてるとかこんなばっかやからな、生産性のない会話ばっかやと思うやっぱ匿名っていうのがまず問題で、そういうことにつながってるんじゃなかろうかという答えです。 Facebook なんかに関しては本名じゃないと登録できないし、うん、活動できないようになってるから、うん、Facebook ってな結構大人の人が利用してたりはするんですけど、もう Twitter、Instagram、もう TikTok とか、TikTok、その辺に関しては本名いらないからね、うん、攻撃しまくれるもん、うん、だから向こうの人の気持ちとかを考えたことはないのかって、自分の意見バーってこう押し付けたりとかしてしまう場面が絶対にね発生すると思うんですけど、それはもう匿名性が原因じゃないかな。次ですね、規制の不足とその影響ということで、はい、もう一つの大きな問題は規制の不足です、うん、SNS は全世界規模で利用されていますが、そのルール作りや規制は各プラットフォームに委ねられています、うん、その結果問題行動を取ったユーザーに対する罰則や処罰が十分に行われていないのが現状です。これが例えばデマやフェイクニュースが拡散されている一因となっています。誤った情報を流布する行為に対する厳罰化が進んでいないため、それが無秩序に繰り返されてしまうのです。また SNS 内のプライバシー侵害も規制の不足が背景にあると言えます。現行のルールでは個人のプライバシーを侵害するような行為に対する対策が十分に取られていないことが問題になっていると言えるでしょう。ちょっと難しい話にもなってくるけどもね、だって SNS 上でテロを行ってそれについての罰則ではないもんな。現状ある、まあ、罰則とか罪状っていうので対処をしていくしかない。だから SNS を使ったから何かっていうわけではないからな。令和に入ってデジタル庁とかいろいろ出てきて規制とか国がもう取り締まりを行うような形になっていくと思うんだけども、ちょっとね罰則や処罰がやっぱ十分に行われていないって書いてあるので、今回ほらお寿司プロ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 も会社から損害賠償みたいな形で会社が動いてそれに対しての損害賠償をまあもうやった党の本人とか仲間たちにこんだけ払ってくださいねっていう形になってると思うんですけど、はい、SNS 側からというか、うん、その辺があった方が、まあ、もうちょっと落ち着くとは思うんですけど、ね、抑止力とかな、抑止力とか、このままやったら、まあ、プラットフォームっていうだけやからその場を使って何かをしてくださいねって提供してる側からしたらそんなまあ勝手にやったことやで、うんね、なるかもしれんけども、もうちょっと規制ガチガチに固めた方がいいんじゃないかなと思います、はい、ここでまた Q&A ですねご紹介していきます、はい、SNS テロが増えてしまっている原因は何だと思いますかと Q&A が来てます、はい、SNS テロが増えてしまっている原因についてまたまた私がご回答します。
はじめに匿名性です。 SNS ではユーザーが実名を明かさずに行動することが可能な場合が多いです。この匿名性がユーザーが自分の行動に対する責任を感じづらくするため、攻撃的な行為が増える一因となります。次に非対面性です。 SNS は非対面のコミュニケーションツールであるため、ユーザー間の人間的なつながりや共感が希薄化し、他者への敬意が欠けることがあります。その結果、他者への攻撃行為が増える可能性があります。3つ目に情報の拡散速度です。 SNS は情報が非常に早く広まるツールであり、一度発信された情報はすぐに多くの人に届きます。この特性が誤情報の拡散や過度のバッシングを助長することがあります。そして最後にモデレーションの困難性です。 SNS 上の発言をすべてモニタリングし、不適切なものを除去するのは技術的に困難であり、人的リソースも莫大に必要です。このため一部の不適切な発言や行為が取り締まられずに残ることがあります。はい、じゃあ話を戻しますけども、はい、ステロが増えてしまっている原因は何だと思いますかと。非対面性。非対面性、うん、これ最悪やね。もう見えへんし誰か分からへんし、これが一番悪い原因なんじゃないかなっていうのは、うん、ちょっとねあるけども、はい、現状をこうやって文字に起こして読んでるとひどいよねって改めて思う。その結果他者への攻撃行為が増える。我々もやってしまってる可能性はあったりするからな。あるけども、なんやろね、指さして攻撃してそれを日常としてる人がいるからね。実際実際に規制の不足っていうところもあるし、うん、何回も繰り返すようですけど、匿名性、非対面性、情報の、まあ、拡散速度とかモデレーションの困難性は難しいね話になってくるので、うん、ここに関しては、うん、まあ、SNS っていう根元部分の話になってくるから、うん、ここはちょっと難しいかもしれないけど、そうちょっとね、まあ、扱いがこう難しいツールではないけども、十分にその、うん、扱い方を間違えると悲惨なことになるよ。次第3章、はい、その対策と取り組みっていうのをどのようにしてんねんということでね、はい、SNS 問題に対しての対策とかって何をすればいいんかなって分からん人が多いんじゃないかなと技術的対策の重要性で教えてもらってもいいですか、はい、はい、